よっ今度。うん。ていうかさ、C 組の金沢優子、お前のこと気になってるらしいぞ。うっそなんだよ、信じたじゃねえかよ。あかんな。ほら、授業行くぞ。ほら、瞳のため、地球のため、アイシティエコプロジェクト。ねえ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 、 A 組の近藤くん、なんかかっこよくない？え、そう、あんま知らないんだけど、絶対見たことある。あ、ふわふわすれば近藤くんじゃん。よく見つけたね。やっぱコンタクトに変えたから？そう、コンタクトに変えたらなんかもう世界が変わったっていうか、いつもより視界がクリアでキラキラ。段差気をつけてください。瞳のため、地球のため、アイシティエコプロジェクト。うん、また後でね。そっちはペットボトルじゃないですよ。近藤くん、そっち違うよ。あ、こっち。瞳のため、地球のため、アイシティエコプロジェクト。金沢さん。金沢さん。はい。あ、いや、落ちた。あー、ごめんごめん。ありがとう。近藤くん、それだけ？何よ。瞳のため、地球のため、アイシティエコプロジェクト。コンタクトつけて、これから部活。おい、置いてくなよ。意識とっけ。って今度、前からそんなやつだっけ。いや、まあ、ちょっと変わったんで。てかもういいか、俺回収ボックス入れとくから。お、サンキュー。うん。瞳のため、地球のため、一緒に行こっか。アイシティエコプロジェクトでさ、この小さいものをリサイクルして何が変わるんだろうね。大した影響ないんじゃないかなって。真面目？いや、そんなこと。この小さいこと一つが僕たちのきっかけになったんだから。ごめん。瞳のため、地球のため、アイシティエコプロジェクト。アイシティエコプロジェクトのハイスクールデイズに出演させていただきました大島美優です。よろしくお願いします。同じくアイシティエコプロジェクトのハイスクールデイズに出演させていただきました奥智也です。よろしくお願いします。事務所が同じなので噂には聞いているという感じだったんですけどその初めて会った時にもう本当にかっこいいなって思っていや、もうちょっと撮影中とかキュンキュンしちゃいました。はい、実は6つも年齢差があるっていう衝撃の事実があるんですけども、はい、いや全く年齢差を感じさせないしっかりとした佇まいと言葉遣いで、ね、若干いや僕の12歳の頃と比べてしまってすごいなんかなんだろう、敗北感というか、感じてしまったんですけど、でも、不意に見せる笑顔はあどけなくて、可愛らしく、そしてそうだなと思い、安心しました。ありがとうございます。ゴミの分別に迷ってるシーンがあるんですけど、そのシーンが結構真剣に迷ってらっしゃったので、なんかちょっと遠目から見てて、なんか可愛らしいというか、微笑ましいシーンだったなと思いました。いや、まさか12歳に可愛らしいと言われるとは思ってませんでした。まあ、ちょっと童顔ということもあってもしかしたらそう見えたのかもしれませんね。大島さん演じる金沢さんがコンタクトケースの空ケースを落とすところを僕が、うん、あ、金沢さん落ちたよって教えるシーンがあるんですけど、僕演じる近藤が急にずっと帰ってしまうんですけど、その帰った時に一瞬近藤が振り向くんですよ、大島さんの方。そしたら大島さんがすごい不服そうな、なんかこう
なんかすごい可愛らしい表情してて、それがちょっと印象的だなって思ってます。そんな顔してた自覚ないんですよ。あれはね、なんかすごい帰るのがすごい申し訳ないなっていう気分にちょっと浸りました。考えたというか、そのなんか不服というよりは驚きみたいな感じだったので、まさかそんな不服だと思われてるなんて。なんかすごい一言言いたげな顔をしてたんで、ちょっと、いや、今度、いや、帰るのかよ、みたいな。いや、行ってあげなよって思っちゃいました。まあ、そうですね。来てほしかったですよ。そうですね。そんな行かない。乙女心ね。そう、乙女心。SDGs と聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、アイシティエコプロジェクトはいつもの日常の中で簡単にできる活動です。もしよかったら皆さんも気軽にアイシティエコプロジェクトに参加してみてください。さよなら。私も含め4人で撮影することが多かったんですけど、やっぱりそのみんなで仲良くワイワイとやれました。あとちょっと結構暑い中の撮影だったので、まあみんなで熱中症対策とかをしながら、はい、やりました。いい感じになってると思います。はじめ本当にびっくりして、でもすごく嬉しくて、私最近視力が落ちてメガネデビューをしたんですけど、なので多分これからコンタクトにお世話になっていくと思うので、素敵なご縁があったなと思いました。CO2 削減とか、すごく素敵な活動をしてらっしゃったので、こういう活動に関われるのは、すごい嬉しいことだなと思いましたし、やっぱりそう SDGs とか考えていかなきゃなと皆さんが思うきっかけになればと思います。難しかったところはその設定が高校生だったので、その私が結構年が離れていたので、そうですね、その差を埋めるというかのはちょっと難しかったです。まあやっぱりその声のトーンとか、あとなんか落ち着くとか、そういうところを工夫しました。印象に残っているシーンは、そうですね、一ノ瀬さん役の渡辺さんと一緒に撮影したシーンで、その登校中のシーンがあるんですけど、その時に休憩時間とかにすごいたくさん話しかけてくださって、本当に嬉しくて楽しく撮影できました。なんて言うんでしょう、懐かしい感じというか、ちょっと青春感を出すようなシーンが多くて、近藤くん役の奥くんとのシーンが多かったんですけど、そのシーンの時に、まあその金沢さんになるとちょっとキュンとしたりとかするシーンが多くて、奥くんも結構ナチュラルな感じのお芝居をしてたので印象に残ってます。友達と好きな人の話、その俗に言う恋バナをしている時に、なんかやっぱり青春だなって感じて、私好きな人がいなくて参加できてないんですけど、その友達の話を聞いてるだけで、なんかみんながキラキラして見えるというか、なので青春だなって感じます。部活とかそういうのに熱中してる役とか、その学園ものに出てみたいなと思ってて、あとその映画の中で、そのたくさんお芝居をするというのがしたことないので、そういうのにもやってみたいなって思ってます。今回のムービーで皆さんが SDGs について考えるきっかけになればと思います。ぜひ皆さん楽しんでみてください。今回撮影で使っている衣装が実際の学校の制服ということで、なんかここの学校の生徒さんになった気持ちですごいワクワクとした新鮮な感覚でやれています。一言で言うと感謝に尽きますね。こういった社会貢献に携われることはやっぱとても光栄なことなので、アイシティさんには本当に感謝しかないです。今回アイシティさんの企画ということで、青春さの中にあるエコっていうことで、なんかこう誠実さの中にある爽やかさみたいなものがあって、なんかすごい心が浄化されるというか、で同時に地球もきれいになって、障害を持っている方への支援にもつながって、すごいいいこと尽くしな企画だなと思いました。
印象に残っているシーンだと、中庭の僕近藤が金沢さんのコンタクトケースを落ちたよって指摘するシーンがあるんですけど、近藤は途中で帰っちゃうんですけど、やっぱ気持ち的には恥ずかしいだけっていう、恥ずかしいから帰っちゃうんですけど、でも金沢さんは戸惑っている顔をしてて、なんかその戸惑っている金沢さんと、でも実際はただ恥ずかしがっているだけの近藤っていう、この構図が可愛らしいので、そこに注目していただければと思います。封したところといえば、やっぱり近藤は結構恋愛にも奥手そうな人なので、そのなんかウィーウィーしさというか、なんかなよなよした感じも表現できたらなと、あの CM の短い時間でどう表現するか試行錯誤して、なんか目が合った時になんかテンパる仕草があれば思って意識してやりました。理想だと、結構前に江ノ電を利用したんですけど、その時に思ったのが、やっぱ江ノ電から始まる恋愛とかめちゃくちゃいいなと思って、なんかあの江ノ電の窓から見えるすごい雲一つない青空と、そこに爽快な相模湾が広がるあの景色から始まる恋愛ってちょっといいなって思いましたね。無理ですねちょっと来世は鎌倉じゃないか、江ノ電沿いに住みたいですね。自分の生まれ持った佐賀に翻弄されたり、それすらもなんか自信を持って生きてる、なんか個性的な印象に残るようなキャラ強めな役を演じてみたいなと思っています。今回は青春とエコが両立した企画で、僕たち高校生や中学生、学生にも環境保全だったり、障害を持った方への支援だったり、あとは日本アイバンク協会の寄付など、そういった社会貢献を示唆する構図になっていますので、ぜひそういうところも注目してみていただければと思います。僕と一緒にこれからもエコ活動、アイシティさんのエコプロジェクトに協力していただければと思います。それではさよなら。涼しくなるスプレーを背中にかけたんで、うん、めちゃくちゃひんやりしてますね。うん、ドリブのセリフがあって、洗い終わってからあの本筋に戻ってくる。わかりました。ちょっとそれで向き合っていいですか。はい。はい、ありがとう。はい、カット。よーい、スタート。そう、新しいの可愛いでしょ。めっちゃ可愛い。どうだった？全然よ、マジで。マジで数学できねえ、あれ。いや、俺はちょっと自信ある。あ、なるほどね。マジ？あ、よかった。もっと近づいて。誰も近づく。はいはい、はい、うん、よーい、はい。めっちゃ可愛くない？でしょ、これおすすめだから全然いい。マジで？これ？これは、まあ、ありがとう。じゃあ、ウルさん、ここと、OK！ ということで、じゃあ、ここ終了だ！ありがとうございます。
みんなありがとうございます。